山形蔵王温泉スキー場は、山形県山形市蔵王温泉に位置するスキー場。蔵王温泉の温泉街と共に発展してきた。単独のスキー場としては日本で最大の面積を誇り、変化に富むコースが数多くあり、日本スキーのメッカであるとされ、コース幅、ゲレンデの広さ、宿泊施設の充実さから、学生のスキー実習にも多く利用されている。 安岐高原と共に東北を代表するスキー場でもある。1925年会場。12月の第1、第2土曜日にスキー場開きが行われる。コースゲレンデが山頂から線形に広がっているため、最下層のゲレンデ間は直接移動できない箇所が多く、バス等で移動するか、リフト等で分岐点まで登る必要がある。 利用客向けの駐車場は最下層ゲレンデにしかない。標高が比較的高い位置にも初心者コースやホテルがあるため、本州のスキー場としては雪質が良いとされ、スキー場全体の営業期間も長くなる傾向がある。最上部の樹氷原コースでは樹氷が見られることで世界的に有名であり、スキー客以外にも観光としてのアクセスも整備されている。 横倉の壁すべてのリフトがタッチ合法式である。以前は目視確認であった。ロープリフトおよび一人のリシングルリフトは存在しない。山頂駅屋上からの景色座王。山頂駅周辺 FIS 公認のスキージャンプ、競技場。上野大ゲレンデと立山ゲレンデに挟まれた場所に位置する。K イコール95メートル、HS イコール106メートル。 1979年のインタースキザ王大会に合わせて建設された。1989年より2011年まで FIS 公認の大会が開催されていた。2012年3月には女子スキージャンプワールドカップが日本国内で初めて開催され、以降毎年2戦ずつ組まれている。2015年はサマージャンプとナイターを 実施可能とする改修工事を行っており、K イコール95メートル、HS イコール106メートルとノーマルヒルのジャンプ台としては国内最大となった。2016年の FIS ジャンプワールドカップレディースはナイターで行われる。2015年11月、ザオージャンプ台について山形市はネーミングライツパートナーを募集することとなり、 女子ジャンプ選手の高梨沙羅などが所属しているクラレが、これを獲得して、翌2016年1月1日より5年間の契約期間で、クラレ、ザオーシャンツェの名称が使用される。山形市に本社を置くアリオンテック株式会社が2021年1月1日から5年間の命名権を取得し、アリオンテックザオーシャンツェとなった。受評1月、2月に最上部で見られる広大な、 気表現が有名で、山頂駅の屋上から気表現を見渡すことや、気表現の中を滑ることができる。また、2月の全日と1、3月の週末の夜間に、樹氷のライトアップが行われている。様々なカラーで行われる樹氷のライトアップは2008から2009シーズンで20周年を迎えた。観光オペレーション用の写真ではしばしば改正の気表現が写されるが、 1>, 1から2月の樹氷再生期に改正になるのは週1から2日程度であり悪天候が多い。樹氷シーズンに上部エリアに行く場合は万全の寒さ対策が必要である。バリエーション豊富なコース、上部エリアの軽い雪、上あ溢れやっ高い温泉など日本屈指のスキー場である。2016年頃から樹氷を作る青森とどまつが虫からの食害にあっている。 自然発生のものなので対策が難しく、2021年現在では、標高約1600メートル付近で、約17ヘクタールと、被害エリアが拡大した。山頂駅の地蔵台部分が埋まった地蔵を山形市、ザオジャンプ台に関するカテゴリー。ありがとうございます。